うまみチャンネルへようこそ皆さんこんここにちは、なつですこのチャンネルでは本にもネットにもどこにも載っていない私だけのオリジナルがたくさん詰まっています誰もが悩むことなく楽しく自分の作品が作れるようにね私が覚えてきたこといっぱいここに詰め込んでいきたいと思っています、えー、参考になったと思ったらぜひいいねをそしてチャンネル登録とか通知ボタンオンをぜひ忘れないでやってみてくださいでは本編今日もスタートでーす つまみチャンネルへようこそ。みなさんこんにちは、夏です。えーと、ハマグリにハマりはじ、初めて。<laughs> ずっとハマグリを <laughs> 作ってるんですけれど。<laughs> 今日もハマグリでおひな様を作りたいと思います。ハマグリビナって言うんですけれど、ちょっとね、一作目。なんかね、気に入らなくてさ。<laughs> この、霜膨れ感が。 でも、ここにハマグリのこの形がある限りはどうしようもなくって、まあ一作目はこんな感じでできたんですけど、作り直したのが、これ二つ目。大福餅になっちゃったね。<laughs> ハマグリの元の形はここなんですけど、着物いっぱい季節すぎて、中に人重着せたんだけど、これね、着崩れするんですよ。これが気に食わなくって、 うーん、どうしようって、このね、下膨れ感がね、どうしてもね、好きじゃなくてね、なんかね、うん、どうしようかなと思う。<laughs> なんか、もう、ね、大福ちゃんなの、これ。<laughs> で作り直したのがこんち <laughs> いっぱい作ってるの。でもね、なんかこれがちょっと今んとこ私的には一番かな。って思ったんですけど、今日はね、これで作りたいと思います。これね、こんな感じ。こんな感じ。 ここも。ここがね、進化していくんですよ。ちょっとずつ。これむっちりしてる。こんな。こんな感じなんだけど、これはね、ハマグリの形がそのまま。ほら。わかるぷっくり、ぷっくりしてるんだけど、これちょっと綺麗なの。ここが。ね。これは、もう <laughs>、こんな、お腹出ちゃってる子なの。 なので、今日はこれを作りたいと思います。おひな様とね、同じ作り方で、お代理様を作っていきます。はまぐりの貝殻が2枚。そして、えっ、ー、と、この顔。顔をね、白い、普通の綿生地、2枚貼ってます。2枚と、あと襟にするもの。これはね、貝殻の大きさがそれぞれ違うので、このくらいって何センチって言えないんですけど、半分にして、こうやってかけていくので、 ここに少し後ろかわ、回るくらい、で、この辺で止まるくらいのものを4枚、ん違うな。6枚用意します。そして、同じように2枚の幅で、これはちょっと長めに、ここまでしっかり止まるもの。ここまでしっかり止まるもの。これを2枚。あら違った。いっぱい出てきた。2枚。そして、ここ。その、 上にもう一枚重ねる。これも上がしっかりここまでかかるもの。それが2枚。あとは着物にする生地です。これはね、柄取りしていいとこ取っていこうかなと思ってるので、ちょっと大きめに用意しました。こんな感じで進めていきたいと思います。まずは顔を貼ります。顔。顔はね、ここ、こうやってしっかり貼るんですけど、 一枚目はべったり貼ります。あ、紙はね、うんと、何枚か、何、何回か前のやつでいっぱい紙貼ってるので、そっちを参考にしてください。紙貼りまでやっちゃったらね、時間が <laughs> すごいかかっちゃうので、今日は省きました。まずは、上の部分にしっかりとボンドをつけて、布を貼ります。あ、お知らせがあります。 三月の、あ、違う、2月の28日から3月の3日まで、石狩市の図書館でおひざ、おひなさま展示会をしてますので、ぜひよかったらお近くの方は見に来てください。無料です。販売はしてません。見るだけです。ちっちゃいお子様でもね、見れるようになってますので、よかったらぜひ来てください。で、これを、こっちが汚いか。汚いか、ね。これを重ねます。で、 このシワをなるべくつかないように貼るんですけど、これはね、折らないので、なるべくこう、綺麗に、綺麗に、最初の半紙のシワがね、残っちゃうんですよ。だから、きちっと貼ってください。布のシワは残さない。半紙のシワはね、消えるから大丈夫。で、こっち側は貼らないで、このまま切ります。 で、ここら辺はちょっと邪魔なのでね、こういうところも切ってしまいます。こんな感じで切ってください。切り口はね、あの、ここから出ないようにした方がいいです。ただでさえね、ここね、閉まらないんですよ。もうここ重ねちゃってるからね、こういう風にカチッとは合わなくなります。でも、ちょっとぐらいやっぱりこう、こうなっても合わせたいのでね、なるべくここには入れないようにします。 貼れたら、次はこれを重ねて貼るんですけれど、この顔の部分にはボンドをつけないで、裏に引っ張り込んで、ここの裏のこの辺、ここで貼る。こんな風に。なので、この顔のここの部分にはボンドがつきません。つくのはこの辺とここだけ。 白白だから見えないねこんなふうにまずはつけて貼るんですけど裏にちゃんと引っ張り込んで貼れるだけ十分のスペースを見てから貼ってください。こうするとしわが隠れます。 そして、この裏側に貼り付けていく。なるべくね、裏側のギリギリのところにボンドを付けた方が綺麗に仕上がるっていうのが分かりました。で、こうやってやってるときに、このボンドの付いてるところはね、なるべく触らない。触るとね、白く汚くなっちゃうので、なるべく端っこの方のボンド付いてないところを持って作業すると綺麗になります。 はい、こんな感じ。で、引っ張って、このボンドのついてるところにしっかりと入れてください。きちっと。そうするときれいになります。これも、引っ張って、シワができないように、引っ張って、後ろ側にしっかりと入れ込んで貼る。こっちも。 ギュッて引っ張ってよいしょどうしてもシワができちゃう時はこの頭の上の方にしわを持っていくと隠せますはいできましたこんな感じでちょっと置いときますそしてもう一枚の貝にも貼りますどっちがいいかな のりはまんべんなく全体的にしっかり塗ります。あ、そう、お,お知らせ途中だった。<laughs> えっと、図書館でイベントをします。そして3月2日の土曜日13時から、えっ、ー、とね、貝殻のアクセサリー、ストラップだったり、ペンダントだったりと、あと、石のマスコット作り。えー、お子様のね、ちっちゃい子から幼稚園に入ってる頃くらいの子供から、 楽しんで作れるようになってます。もちろん、大人の方の参加もできますので、これ無料でできますから、参加。よかったら、ぜひね、石狩の図書館の方で、えっ、ー、と、お問い合わせしていただければ、詳しいこともわかると思います。多分、広報とかに乗るのかな、まあ、石狩市外でも大丈夫なので、<laughs> よかったら、ぜひ来てください。場所が決まったら、手には力入れないでね、そーっとそーっと、ギュッてしないで、そーっと伸ばしてあげる。ここにシワが残らないように、 綺麗にの伸ばしてあげてね。はい。貼れた。こんな感じ。で、これはこのまんま、ボンドが乾くまで、ちょっとしわになちっちゃった。ボンドが乾くまで、このまんま、綺麗に貼ってください。こんな感じです。はい。できた。はい。じゃあ、こっちが乾いてきたので、襟を貼っていきたいと思います。襟はね、半分の、この、 やつが全部で6枚用意してます。これは簡単。こうやって半分に折って、半分に折って、こうやって貼っていきます。で、いくつか作って思ったことは、これをね、段だ々んだんにして見えるようにすると、ものすごい太っちょになってしまうの。こうやって。<laughs> すっごいよね。お相撲さんみたいに。可愛いんだけど。平安美人だからね。いいんだよ。 ヘイン美人だからね <laughs>。こんな感じになります。で、なるべくここの隙間を重ねて着せてあげるとかっこいい。こんな感じで。重ねて着せてあげるとかっこいい。そしてこの V 字をなるべく浅めにこう、横、横にするような感じにしてあげると V 字の開きがこうした方がかっこいい。わかるかな広いのです。 すごい、なんか V 字が V になってるのと、こんな感じで。全然違う <laughs>。これが発見したことです。なので <laughs>、楽しいね。よし。こうやって、貼ったら、この V 字を、なるべく、なるべく横にね、横に、こんな感じ。 これをこういう風うにしちゃうと、こう開いてしまうので、なるべく横に。一回貼ったら、ひっくり返して、ここに、ボンドをちゃんとつけて、裏側にしっかりと貼り付けてください。ここがね、浮きやすいので、浮かないようにちゃんと貼ってあげてね。はい、こんな感じ。次、こっち側貼ります。こっち側も同じように、 布を半分に折ってこうやってつけたらこの角度と同じくらいの角度で貼ってあげるこの辺かなっていうところでここの真ん中にくるようにしてあげると仕上がりがかっこいいです。 しっかり貼ってあげてね。ひっくり返して、ここ浮きやすいから浮かないようにちゃんと引っ張って貼ってあげてください。ぎゅって。できたこんな感じ。はい。で、これを重ねて、残りの4枚を重ねていきます。 えっと、実は4月から講習会が決まりました。第1土曜日の、あ、違う、第一土曜日か。第一土曜日の朝10時からお昼12時まで、コープ札幌ルーシーさんっていうね、白石店舗になります。ここの文化教室で、えっ、ー、と、つまみ細工の講習会が決まりました。よかったらぜひお近くの方とかね、来てください。 えっと、この講習会っていうのは初心者の方でもできるし、初心者じゃない方でもできます。で、うんと、なんかこう、キットがあって、絶対それをやらなきゃいけないっていうわけじゃなくって、ご自宅で作りかけのものとかもあるじゃないですか。なんか、キット買ったんだけど、一人じゃ作れないとか。<laughs> 本とか買って、作ろうと思って、布切ったんだけど、もうやめちゃったとか、そういうの持ち込み自由です。 一緒に作りましょうっていうか分からないところとかうまくいかないところの作り方とかも教えることができます。参加したからといって必ずしもなんか教材があってそれを買わなきゃできないっていうわけじゃないので皆さんの作りたいものを一緒に作っていくっていう教室です。これはお申し込みはコープ札幌ルーシー店の文化,文化教室の方へお申し込みしてください。概要欄にねリンク貼っときます。 そして、えっ、ー、と、同じく第1水曜日、コープ札幌石狩店さんの文化教室で講習会を行います。これも同じです。持ち込みは自由です。えっ、ー、と、作りたいものを一緒に作るし、初心者の方からもね、いろいろできるものになってます。えっ、ー、と、体験会をね、今回企画していまして、どっちもね、人数が限りがあるので、3月の6日、コープ札幌 石狩店さん。こちらはお昼13時から15時。3月9日は土曜日。ここがコープ札幌ルーシー店さんの方で午前10時から12時。 こちらは、お申し込みがね、事前お申し込みとなってますので、コープ札幌さんの方にお申し込みしてみてください。えー、たくさんの方とね、一緒に作っていきたいと思ってますので、皆さん、どんどん参加のお申し込みをしてほしいなと思ってます。で、今作ってるおひな様なんですけれど、えー、と、石狩りのおひな様の展示会が終わったら、これをみんなで販売しようかなと思ってますので、点ずつしかないですから、よかったらぜひ、皆さん、今のうちにフォローしておいて、出たらすぐ勝手に。<laughs> 勝手に勝手にばっかりだね、今日。<laughs> だって、今これ作ったものじゃないと、なくなるからね。<laughs> 本当に、一年間ぐらい、何にもない店舗になりそうなので、ある時は見てね。<laughs> はい、では次は、何にも喋らないで喋っちゃった。この内側にある、ここね、一重一重を重ねるんですけど、これ、この生地よりも、 と外側に、ほんのちょっと外側に向くように重ねて、これをここまでしっかりと押さえてください。これがね、浮かないようにきっちり押さえる。木崩れしちゃうのでね、ちゃんとこう、たすきのように押さえるっていう意味で使います。このね、一番上の布を貼るとき結構引っ張るんですよ。なのでね、木崩れしちゃうの。だから、全面につけて、 場場所を、ま、場所ををまずの決めるここの位置ねこれを決めたらたすきのようにしっかり貼ってここをしっかり押さえるしっかりとねで貼るの確認したら後ろひっくり返して後ろを貼り付けますでこれもねここの角のところここの部分が浮きやすいので浮かないようにちゃんと中に入れ込んで貼ってあげます。 まあ後から布貼るからはいいんだけどねそしてこっち側もここの部分を貼り付けますここ、ね、しっかりと貝に貼り付けちゃってください浮いてる状態だと後からグッと引っ張った時に剥がれてね浮いちゃうのでね浮かないように貼り付けますこんな感じで次に同じように 助けにかけて、こうします。ここの、あれ、あれ、日本語じゃない <laughs> ここの感覚よりも、ちょっと開くような感じでつけた方がかっこいいです。で日本語も喋れなくなってきたね、私。どうしよう <laughs>。 よしまずは型の場所を決める型ここで、ね、で少しこっち側にしておくとこうやった時にボンドがついてもきれいにねこっち側にボンドつかないから大丈夫こんな感じでしっかりと貼ってくださいここをひっくり返したら裏を貼る。 こ,こ,ね、こんな感じです。でここもちゃんと貼ってください。これを貼ります。ぎゅっと。 はい、こんな感じです。で、この後に、これを貼っていくんですけど、どんどんこのままやっちゃうと、崩れてしまうので、一旦ここでしっかり乾かします。なので、ちょっとここで待ってもらいます。これはね、ここ貼ったらすぐに貼り合わせるので、このまま少し乾かしてください。で、ここに水分残ってるままこうやってやっちゃうと、ちょっとね、ここ、 あまり良くないので、これもこのまま乾かします。なので、一旦ここで休憩。だいぶ乾いたので、続きを貼りたいと思います。次はね、また同じように、タスキ掛けにするんですけれど、ここをね、少しね、幅取れるような布にしてください。ここにこうやって貼っちゃうんですけど、ここ、こうやるとね、ここに、 ガタンっていう、ここの境目ができちゃうんですよ。なので、ここにちょっとだけティッシュとか、こういう歯切れとかを詰め込んで、なんとなくふんわりするだけのスペースをね、埋めてかないと、カクンってなんかね、なっちゃうの。で、詰め込みすぎると、こうなるし、ここに着せすぎると、大福ちゃんになっちゃう。<laughs> 微妙な感じのところです。同じように、 こうやって、あ、どの辺出すかなどっちがいいどっちがいいまあ、どっちでもど、どっちもどっちだね。<laughs> すぐ、いい加減な。ね、ね、もう。どうしよう。つけるのはこの辺だけでも大丈夫。あんまりこっちまでべったりつけなくても大丈夫。詰め込めなくなっちゃうから。よいしょ。 これはほんのちょっとね、紫をちょっと出す。この紫に平行な感じで、この紫に平行な感じで貼ります。よっと浮かないように、浮かないように。 かりとあのねあんまり見せなくていいです。ちょっとちょっと気持ち見えてればいいかなくらいでいいです。んとねここで開けすぎちゃうと上の布引っ張った時にベロっと開いちゃうの。だからねほんのちょっとの重なりでって思ってる状態で大丈夫。これをね引っ張ったらどんどん開いてっちゃうから。 ほんのちょっと、ほんのちょっと、うっすら見えてるだけで大丈夫。これで、ここの布をぐっと引っ張った時に、ピーっていっちゃうからね。大丈夫よ。こんな感じ。<laughs> とんでもないね、日本語がピーっていっちゃうよって。<laughs> で、またこれも半分に折って、ここに乗せます。こっちの方がいいか。こっちの方がいいね。ここも、この幅が、 平行になるように貼ってあげてください。あんまり出しすぎても格好悪いし、出さなさすぎてももったいないので、うまく平行になるようにつけてあげてね。でこの肩のあたり、ここら辺のところはね、しっかりつけてあげないと、ここが木崩れする原因なので、ここは本当にボンドをしっかりつけてください。 ここまでできたら、この、あ、ここ貼っちゃったら、中、中、貼れなくなる。なので、ここ貼る前に、この <laughs>、なんという手際の悪い、この隙間に、こういうね、布でもいいですし、ティッシュでもいいです。何でもいいです。なんかこう、歯切れとかを、 詰め込んであげてください。ぐしゃぐしゃってやっちゃうとカチカチになっちゃうので、少しね、こう、なんていうの、幅を持たせる感じで詰め込んでいく。で、これがね、布一枚だけだったら、このね、手触りが悪いんですよ。だけど、ここの上にさらにこれを重ねることによってごつごつ感がなくなるの。 だけど、あんまり詰め込みすぎちゃうと、このごわっという感じが残っちゃうので、ふんわり、なんとなく何かが詰まってる感じで大丈夫です。がっちり詰める必要はないので、なんとなく、なんとなく、なんとなくなんか詰まってるんだなっていうくらいで大丈夫。がっちり詰めなくて大丈夫です。こっちも。本当にちょっとだけ、ちょっとだけ詰めるだけで大丈夫。手触りが自然になるように。 こんな感じで貼ってあげてください。まだダメだな。そして、実は、ミンネの方に、えっ、ー、とね、いくつかお花をね、載せました。これね、つまみ細工が上手に作れない人用なんですけど、うんと、例えばそれを何かに貼って作ったりとかね、えっ、ー、と、ヘアピンとかに貼ってお子さんのアクセサリー作ってあげたりとか、そういうことができるようなね、 素材を作ってます。で、これも概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらぜひそちらから欲しいなと思う方は買ってください。で、えっ、ー、と、ゆくゆくはそこをね、あの、おひな様のこれから発売するキットとかもそこに出していきたいと思いますので、よかったら気になる方はフォローしてください。今度はここの着物を決めます。どうしようかなどこにえっ、ー、とね、こっち、こっちの部分は、 こんな感じでもかかるんですよ。ここがこうだから。ここの幅があればいいので、今までのタスキと同じくらいで大丈夫なんですけど、ここからこっちへ取るときは、ここからここまで渡さなきゃいけないので、これだけの幅が必要になるということ。なので少し幅広めになります。だから、こっちで用意するものとこっちで用意するものの、この 幅が違うっていうのだけ覚えておいてください。正方形にはならないです。では、ちょっとだけ折り込んで、この折り込んだ部分にボンドをつけます。 ものすすごい引っ張るんですよなのでこの入れた詰め物とかも浮いてこないようにしっかりとつけちゃってくださいギュッてこの内側もこっち側もここをきっちりとつけます。 ぎゅってついたら、これをぎゅーって引っ張るので、もう本当にここが完全に乾いてから引っ張ります。なので、ちょっとここで休憩。乾いたので、続きをやっていきたいと思います。えっ、ー、とね、ここをしっかりとこうやって内側に引っ張り込んで、ちょっとずつ貼っていくんですけれど、こういう、ポコンってわかるこれ。ポコンって出る。 こういうのをね、作らないように、きれいに貼っていきます。こうやってしっかり引っ張って、内側に入れて貼らないと、格好悪いの。こういう、こういうのが出ちゃって。なので、しっかりと貼ります。しっかりと、しっかりと、しっかりとばっかり言ってるけど、<laughs> えっと、この内側のこの辺に、ちゃんとボンドをつけてください。点て点てってつけちゃうと、あの、変な出っ張りができちゃうので、 全部ね、全面にちゃんとつける。こういう内側になっている部分も全部しっかりとつけてください。表になる部分はつけない。この、なんだっけ、さっき入れた布。<laughs> 間に入れたやつもちゃんとつくように。で 布だけじゃなくて、貝殻にもちゃんとね、つけて。で、こ、ここら辺はさあ、さあっていうね、<laughs> こっちからかかるので、ちょっと内側になるんですよ。だから万が一シワが寄っても大丈夫。でもこっちは隠しようがないので、隠せない部分のところからちゃんと引っ張って内側に入れていきます。 さあってとんでもないね。<laughs> 本当に <laughs> こ。こういうカターンっていうのを作らないように、ちゃんと内側に内側に引っ張ってください。これ、これ、ここ、ここ、こういうわかるポコンって出る。これをね、作らないの。ここのポコンっていう。これがね、かっこ悪いんですよ。 めっちゃかっちょ悪いの。だから、こういうシワとかもね、ならないように、内側に引っ張って、ギュッて、ギュッて、きれいにする。ここも、ここ、ここ、ここだね。これ、これ、これ。わかるこれ。かっこいい。これ、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 これ。こういうふうにならないように、きれいに引っ張って、 まっすぐ、まっすぐって言ったら変だね。平らにする、ここを。これがね、なかなか難しいんですよ。これをやらないと、なんか、格好悪いの。なので、ぎっちりと引っ張って、しっかり貼る。もう本当にべったり貼って。じゃないと浮いてきちゃうので。しっかり。で、この時に、さっき中に詰め物したでしょだから、 カタンっていう、こう、この襟のところのカタンっていうのがなくて、つるんってこう、綺麗になります。これがね、ポイント。では、こっちも貼っていきたいと思います。どっちの柄がいいかななでしこを出すか桜になでしこを出すかそれとも、あ、なんかこっちの方がいいかな 足りないね。こっちにするか。こっちにするか。こっちにします。ここも。つける。最初は肩の位置を決めます。肩をしっかり位置決めたら。 ちょっとずつ貼っていく。あんまり見せない。あ、ギリだった。<laughs> やばい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 。<laughs> こっちいっぱい余ってんのに。<laughs> こっちギリだった。やばいやばい。<laughs> ちゃんと考えてない。<laughs> とんでもないね。<laughs> ここもがっちりと内側に貼ってください。 しっかりね、力入れて貼らないと剥がれてくるから、剥がれてくると浮いちゃうと格好悪いのでね。で、こっちも。はい、うち、表面から見たらこんな感じです。さっきあれだけ、 ぎっちり重ねたのに、こんなに浮くんです。これ。引っ張られてくるからね、ちょっとずつちょっとずつ下に下がってくるの。これがね、木崩れの原因になるんですよね。だからね、なるべくここを重ねるときは、本当に、本当にね、上に重ねていくような、あららら、大福ちゃん転がった。<laughs> こんな感じで。本当に上に重ねていくような感じで重ねても、仕上がったときにはこのくらい開いていくんですよ。なので、 なんかこう、最初のこういう風にね、あえてこんな風に、重ねをね、離さなくても大丈夫です。で、これも一回乾かしてから、引っ張って、こうやって貼っていくので、ちょっとだけ乾かします。はい。では乾いてきたので、こっちもここの内側に全部、全面的にしっかりとボンドをつけてしまいます。もう、厚めにガッチリつけて、薄くて後から取れてきちゃったり、なんかこう、引っ張って、 引っ張る力を抑えなきゃいけないので、布が戻ろうとするから、それをがっちりと押さえ込むだけ、固めなきゃいけないんですよ。表面だけちょっとついて、あとは引っ張りの力でどんどんね、ね、なんか時間とともに戻っていくような貼り方をしちゃうと、全体に崩れてしまうので、そうならないように、がっちりつけます。ここ、このパターンをね、これを直す。ちゃんと引っ張って、 ぎゅって。あー、ちょっと失敗。この肩口のこれ、形がはっきり見えちゃったね。つぶれろ。つ <laughs> ぶれろ。つぶれろ。<laughs> とんでもないこと言ってる <laughs>。うい。ちょっとこれを乾かしておきます。で、手早く。今度こっちを、こっちを同じようにしっかり中に入れます。全面にボンドをつけて、 手早くね、こっちも内側に折り込んで、ボンドついてないところとかあると布浮いてきちゃうので、点々点じゃなくて本当に全面に縫ってる先からボンドがどんどん乾いていくので、透明になっていってしまう。急げー、急げー。まずは一回折り込んで、全部を折り込んで、中にしまい込む。 ちゃんと引っ張って、綺麗に。で、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 ばっかり。<laughs> 私は、あの、あんまりね、その、完成品は作ってないんですよ。かん、あの、かんざし作ってるとか、ブローチ作ってるとか、そういうものはないんですけど、ないんですけど、私のお友達が素晴らしいものを作ってますので、かんざし欲しいとか、完成品欲しいっていう方は、ぜひそっちへアクセスしてください。これも一緒に貼っておきますので、よかったら見てね。 で、これができたら、ちょっとこのまま乾かします。ちょっと手を拭いてる間くらい、一瞬。で、こっから、これを、貼り合わせます。ここのね、ボンドがまだ柔らかいうちに貼った方が、綺麗にね、いくの。がっちりになっちゃうとね、なんか隙間がいっぱい開いちゃうので、まだ完全に乾いてないうちにボンドたっぷり貼って、 乾かしか、貼ってから乾かす。これはね、内側、内側、内側でボンドつけていった方がいいです。この辺の余った生地をがっちりつけるような感じ。あんまり外にボンドつけちゃったりすると、ボンドはみ出てね、かっこ悪いので、内側の布が浮かないように止めるっていう感じです。で、こっち。 こっちは内側のギリギリギリ,ギリこっちも布が浮いてこないように内側のギリギリをしっかりと貼る多少ボンド多めでも大丈夫です大事なことを言うのを忘れてたえっとおひなさまを作るとき特におだいりさまなんですけど黒い布は使っちゃダメだよはいこれを 合わせるちゃんとぎゅーっと合わせるおひなさまを作るときにおだいりさまの衣装を黒にする方もいると思うんですけど黒のおひなさまはダメですえっとね黒ってあのなんていうのすべてのものを止める色なんです 運勢とかも発展しないし、えっ、ー、と、すべてが止まっていく色なの、黒って。えっ、ー、と、お祝いごとには絶対使わないです。なので、お節句の時にも黒は使わない。もし、黒のおひな様を作るんであれば、それは、うんと、例えば邪気払いとか、魔よけとか、そういう時に黒を使うんですけれど、それは一般の人が使ったとしても、 逆に間を寄せてしまう。間払いをするとか、降伏するっていうんだけど、えっ、ー、と、悪いものを沈めるとか、追い払う、打ち滅ぼすっていうのは、ものすごい強い霊力が必要になります。そういうのは一般人では作れないっていうこと。だから、えっ、ー、と、一般人が黒い布を使ってお雛様を作ったとしたら、それは間を寄せてしまう。人形は特にね、 なので、黒で作るのは私はおすすめしません。うんと、例えばなんか理由があってね、間を払いたいとか、逆よけをしたいとか、そういう意味を込めて作るんだっていうんであれば、まあ、ちょっと霊力の高い人に頼んで作ってもらった方がいいです。じゃないと変なものを寄せるだけになっちゃうからね。これをぐるーっと貼っていきます。ここね、 開いちゃうの。着物のここの高さで。これはもうしょうがないです。だからこれは髪の毛で隠れるようにします。この隙間はちょっとね、多めにボンド入れてあげて、隙間にちゃんとボンドを埋めてあげてください。人形を作るって最近はあんまり言わな、あんまりなんか抵抗なく可愛くみんな作りますけど、人形を作るっていうのはやっぱりちょっと気をつけないとね、 怖いことになりかねないのでまあ、脅すわけじゃないですよだから私は人形には絶対目はつけないつけるときは最新の注意を払います昔からねうちの亡くなったおばあちゃんがね絶対人形に目はつけるなって言ってたので私は忠実にそれを守っていますなのでえっ、ー、といろんなの作りましたけど 私が作るお人形さんに目がないのはそういう意味です。最近ね、なんかあんまりみんな抵抗なくつけるけど、私たちちっちゃい時とかはもう絶対ダメって言われてましたね。で、切り口をこのままにしておくと、紐がパサパサしてかっこ悪いので、先っぽをボンドで留めてあげましょう。紙人形とか。 普通の人形さんとか、もう髪の人形は絶対ダメでしたね。タブーでした。髪で作った人形に絶対に目かかかうなのか書くなってよく言われましたね。そんな思い出ないのかな、みんな。<laughs> 大丈夫なのかな <laughs> はい、そしたら髪の毛をつけてあげます。黒い刺繍糸を2本くらいでいいかな。ぐる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 。 お代理様の髪型どうしたらいいんだ <laughs> これでいいかこれでいいかい、ね、<laughs> はいこんな感じはい完成ですおひなさとあ扇持たせるの忘れた <laughs> いいかなんか扇なくてもいいかなかわいいよねなんか作る うん。後で考えるか。なんか持たせる花あ、お花作るか。お花つけておこうかな。後で丸つまみのお花貼っておきたいと思います。<laughs> とりあえず、今日のところは完成。サムネはきっとお花持ってると思います。えー、よかったらぜひ皆さんも作ってみてください。かわいいよ。えハマグリシリーズ、ちょっとハマってますので、次はね、あの、タガソデっていうのを作りたいと思います。 袖です。縁結び、赤い糸結びの超お守りです。よかったらぜひ見てください。えー、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。また見てね。